世界一の達兵衛。とあるスレでのオリキャラ妄想が行き過ぎたためここに供養します。特訓特訓、走って特訓。今日も明日も走る俺は世界一の達兵衛だ。はぁ、あ、はぁ、あ、待ってよ達兵衛。後ろから走ってくるこいつは俺の弟子の人間だ。まったく、これだけで疲れるなんて軟弱な男だ。はぁ、あ、早いよ達兵衛。あ、ちょっと待ってそっちは。うるさい、今日はこの川辺で走ると決めているんだ。俺の特訓の邪魔をするな。うわぁ、ジャポーン。そこ、少し川が広くなってるよ。そういうことは早く言え。ほら達兵衛、引き上げるから捕まって。ぐぬぬ。仕方ないから助けられてやる。じゃあ引っ張るよ。せーの、動かない。はぁ、あ、はぁ、あ、もう一回。やはり動かない。ぜぇ、ぜぇ、無理だ。達兵衛、助けて。軟弱な男だ。ただいま。ミオ、お帰りなさい。もうご飯にするけど、まずはお風呂あるから入ってきなさい。はい。僕は達兵衛との散歩を終えて家に帰ってきた。ミオは僕の名前だ。いつも通り泥や土、果てはところどころ濡れている僕たちにお母さんは苦笑いしながら風呂場を指し示す。あ、その前にお薬飲んでね。そこに用意してあるから。はい。言われた通りに机の上に置いてある薬を水を使って飲み干す。その間に足を拭き終えた達兵衛がペタペタと風呂場に歩いていった。体調は？苦しかったらすぐに行ってね。わかってるよ。もともと僕は体が弱い。生まれた時からずっとずっと体が小さくて、今も身長は同じ年齢の子と比べると小さいままだ。今年でちょうど10歳になる。もともと僕は、12歳くらいまでには歩くこともできないかもしれないと言われていたらしい。今は全然元気なのが不思議だとお医者さんも言っていた。2年前、速攻の隙間にはまっていた達兵衛を拾って、毎日一緒に外を散歩している。多分それのおかげだろう。ほら達兵衛、泡流すから暴れないの。目の前で泡まみれになっている達兵衛にシャワーの水を浴びせてやると、気持ちよさそうに目を細める。僕からすればやんちゃな弟ができた気分だ。毎日この無邪気さに当てられたから元気になっていったのだと思う。はい、流し終えたよ。達兵衛？ズズズゼット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 。寝てる。手のかかる弟だ。ハグ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 。特訓特訓。食べるのだって特訓特訓。ハグハグハグ。あー達兵衛。口がべっちょりだ。ほら拭いてあげる。むぐぐぐぐ。もういいか？はい、いいよ。ハグハグハグ。今日も達兵衛は元気ねえ。いいことじゃないか？ミオだって元気になったんだ。えへへ。弟ができたみたいだよ。何を？弟子風情が生意気な。あーほら達兵衛興奮しないで。鼻息もだけど食べかすが散らかってる。まったく、失敬なことだ。ほら、僕のハンバーグ半分あげるから。いいのか？一瞬で目が輝いたな。まあいつものことね。ハグ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 。ハグハグ。うぐ。死ぬ。死んでしまう。あーほら喉に詰まっちゃった。そんなに急いで食べるから、ほらお水飲んで。ごくごくごく。はぁ、死ぬかと思った。ま、こういうところが達兵衛だよね。なんか失礼なことを言ってる気がするぞ。はい、アイスもあげるよ。アイス。うわぁ早いなぁ達兵衛。ドドドと音が鳴りそうな勢いで達兵衛が駆け抜ける。今日も川沿いの少し広い道を散歩に来た。学校が休みの日だからか、僕たち以外にもいろんな人といろんなポケモンがいる。達兵衛が走っていった先からドドドと音が聞こえそうな勢いで達兵衛がこちらに戻ってきた。どうしたの？ズボンの裾を引っ張りながらこっちだこっちだと先導する達兵衛についていく。すると、16歳くらいの男の子とポケモンが待っているのが見えた。お、君がこの達兵衛のトレーナー？僕の達兵衛だね。そう言うと、満足そうにうなずき、そばにいるポケモンが一歩前に出てくる。じゃあさ、せっかくトレーナーとポケモンがいるんだし。ポケモン勝負？そう、話が早いね。笑顔を見せてうなずく少年。その隣にいるポケモンは確か。まっすぐま、だよね。この辺だと特に珍しくないポケモン、ジグザグマの進化系。野生で見かけることは少ないけど、ジグザグマはたくさんいるため進化したのだろう。相手は進化系、達兵衛は一回も進化をしていない。それでも、いいよ。頑張ろうか達兵衛。ふんす、と勢いよく鼻息を鳴らす達兵衛。気合は10分みたいだ。よし、まっすぐま、体当たり。頑張れ達兵衛。勢いよく突進してくるまっすぐまを正面から受け止める達兵衛。そのまま腕をまっすぐまに叩きつける。あれは、失格かな？まっすぐま、今後は噛みつくだ。至近距離から大きく口を開け、噛みつこうとするまっすぐまに、達兵衛は口から薄紫色のエネルギーを吐き出す。竜の怒りかな？な。噛みつこうとした口にダイレクトに技を叩き込まれたまっすぐまは大きくひるんだ。
そこに達兵衛はもう一度失格を頭にぶつけると、まっすぐ回すぐに目を回し、戦闘不能になった。ああ、まっすぐま。お疲れ様達兵衛。ペタペタと達兵衛が何か物欲しそうな顔で歩いてくる。ああこれはあれだな。はい、おやつ。市販の手軽なおやつを達兵衛に渡すと、嬉しそうにかじりついた。というか、ん？まっすぐまもおやついる？ああ、ありがとう、じゃなくて、意外と素直に受け取ってくれた。君、達兵衛に今何も指示していなかったじゃないか、そんなのありかよ。納得がいかない、というよりも理解できないものを見るような目で叫ぶ少年。そんなこと言われても、ずっとこんな感じだったし。ええ、今までポケモン勝負をしてこなかったわけじゃない。そしてその度に達兵衛は自分で隙を見つけ、自分で技を選んで、自分で戦ってきた。まあ、僕の達兵衛だしね。いや、何も理由になってないと思うけど。そう？理由なんてとっても単純。だって僕の達兵衛は、腰に手を当て胸を張る。隣で達兵衛も同じポーズをしているのが分かった。世界一の、達兵衛だからね。ふんす、今日はすごく気分がいい。あいつも俺のことを世界一と言った。わかるでしょ、思って俺は幸せだ。はい、達兵衛。軽くて当ては終わったよ。よし、これでまた特訓だ。あー、ストップ、達兵衛。なんだ？今日はたくさん戦ったし、少し休もうよ。うむむ、確かに、あの細長いやつの後にもたくさんしたな。でっかい虫、黒い犬、頭に葉っぱを乗せたやつ。だけどまだまだ俺は元気だ。ほら、風が気持ちいいよ。少し寝転ぼうか。うむむむむ。ごろん。あはは、ありがとう。いい天気。それにしても、やっぱり達兵衛は強いね。当たり前だ、なんたって俺は世界一の達兵衛だ。達兵衛が進化したら、空が飛べるんだっけ？当たり前だ、俺は特訓して強くなって、いつか空を飛ぶんだ。ねえねえ、空を飛ぶってどのくらいまで行くのかな？ずっとずっとずっと高いところまで飛んでいくぞ。僕の家より高く飛ぶのかな？当たり前だ。あのビルより高く飛べるのかな？あ、当たり前だ。ちょっと怖くなった？なってない。ニヤニヤするな。ここら辺だと一番高いもんね。ほら、あの鉄塔よりも高いんだもん。俺はきっときっと、あんなのよりも高く飛ぶさ。楽しみだな。その時は背中に乗って一緒に飛ぼうね。仕方ないな。弟子の面倒を見るのも師匠の役目だ。あ、でも達兵衛だとうっかり落ちそうかな。おい、失礼なやつだな。半年ほどが経ち、今日も僕は散歩に出ている。いつもと同じ川辺を歩いているが、最近変わったことがあった。おお、君のポケモン、珍しいね。少し見せてもらってもいいかな？え？君のこと見たいって、大丈夫だよね？ふんす、鼻息が返ってきた。いいみたい。まあ、じゃあ遠慮なく。おお、こんなにエネルギッシュなコモルーは初めて見たよ。普通は全く行動的にならないはずなんだけどね。あはは、確かにそうだよね。でもうちのコモルーはこうだから、達兵衛が進化したことだ。別に僕が特別なことをしたわけじゃないが、彼が自分で戦って自分で進化した。そして、普通ならコモルーになると次の進化のためにエネルギーを体内で使うためじっとしていることが多い。でも、僕のコモルーは違う。今でも毎日散歩に行くし目のつくポケモンに勝負を仕掛ける。今もずっと特訓の日々だ。それが気になるのだろうか。目の前の白衣を着た男性はずっとブツブツと考察をつぶやいている。そして、変わったことはもう一つある。ごほごほ。普通よりもずっと強大なエネルギーを有している。おっと、大丈夫かい？体調が悪いのか？あはは、いつものことなので大丈夫です。僕はあれから、体調が優れない日々が多くなった。一度だけ血を吐いてしまいすぐに病院に連れて行かれたこともあった。コモルーは特訓を繰り返し強くなったけど、僕はずっと弱いままだ。なんなら昔よりも弱くなった。走っていくコモルーを追いかけていけなくなったから、後から歩いて追いつくことばかり。ふと、コモルーが心配そうに見上げていることに気がついた。僕を心配しているの？ふふ、コモルーありがとう。そう言うとツンと顔をそらしてしまった。まったく、いじっぱりめ。コモルー、散歩行こうよ。ねえコモルー、行こうってば。行かない。ほらそんなこと言ってないで。行かない。ああもう、暴れないでよ。お前はもう、俺についてこれないだろ。大丈夫だって。最近、操作にも慣れたんだよ。コモルーが走っても追いつくさ。そんなわけない。ダメだミオ。質がいいものを選んだつもりだが、お前は今、車椅子なんだぞ。はい。じゃあ、テレビでも見てようか。今日は、そうだ、ポケモンリーグがやってたよね。さあ今日は1年に1度のポケモンバトルの頂点を決める大会、今日の王者が正真正銘。世界一となるのだ。わあ。
あ、ちょうどやってる。ほらおいで。一緒に見よう。仕方ないな。流星群が襲いかかる。どうなるの？ここで決着がついた。わー。赤コーナー、残り1体まで追い詰められましたが、辛くも逃げ切りました。すごかったね、コモルー。あれが世界一の舞台か。一緒に決勝戦を見届けたコモルーに話しかける。いつもならきっと、答えてくれる。顔を見合わせて特訓だ、とでも言いたげな顔で外を指し示すはずだ。でも今日は、ひたすら食い入るように、戦法や情景に焦がれたように見入るコモルーの横顔だけが帰ってきた。ドラゴンタイプ専門の施設？ある日、いつしかに偶然会った白衣の男性とスーツを着た妙齢の男性が訪ねてきた。ええ、我々はドラゴンタイプに焦点を絞り、研究、育成を専門として行い、また保護活動も並行して進めており、私はそちらの館長を務めております。そんなところが、うちに何の用ですか？父親はそう口では言うものの、視線はすでに僕の横にいるコモルーに向いている。オタクのコモルーについてです。おそらくですが、非常に高い能力を有しているはずです。我々の施設の中には、バトルを専門としているチームもあり、1年に1度のポケモンリーグでも毎年高い記録を残しております。オタクのコモルーについてですが、よろしければぜひ、我々と共に最高のポケモンにさせていただければなと思い、訪問した次第です。ミオ？ん？何？お父さん。俺は判断ができん。コモルーが最も信頼していて、理解しているのはミオだ。うん。そうだね。もちろん当たり前だ。だから、俺じゃなくミオが決めてくれ。その言葉を、今は尊重したい。わかった。本音を言えば、嫌だった。僕にとって、一番楽しかった日々は、ただただ散歩していた日々だったから。でも、コモルーの顔を見たんだ。不安そうな顔と、もう一つ。あの日、一緒にポケモンリーグを見た時の顔をしていた。コモルーは、達米の時からずっとずっと、強さを求めていた。空を飛ぶのも夢見ていた。そしていつも言っていた。俺は、世界一の達米だ。って。きっとコモルーは、世界一になります。ああ、私もそう思っている。一回、見せてもらってもいいですか？む？きっと、行かせてやるのが僕の役目。僕は今、自分で歩くこともできない。きっとコモルーの足を引っ張るだけ。自分だけで戦える才能も、それだけで進化までしちゃう才能も、それを持つコモルー自身の願いも、全部叶うのがきっと、送り出すことだろう。一回、コモルーと一緒に見に行ってもいいですか？ああ、構わないさ。それでも、もう少し一緒にいたいかな。ね？コモルー。ズズーン。おののくす。戦闘不能。ま、うちのコモルーだし当然だよね。ふんす。そんなわけあるか。コモルーは通常の中間進化形態の中でも、特に戦闘能力が優れているわけではない。それなのに君のコモルーは、うちの施設でまだ調整中とはいえおののくすを下したんだぞ。それでも、当然ですよ。はぁ？そいつの言う通りだ。なんたって俺は。それでもうちのコモルーは、世界一のコモルーだ。世界一のコモルーですからね。まったく、君たちの絆にはかなわないな。それで、肝心の答えだがどうするんだい？今日はこの施設を見学して回り、最後に軽くバトルをしてみたが。コモルー、おいで。生意気にも指図をするな。まあお前は動けないから俺が歩いてやる。ねえ、館長さん。コモルーは本来ならエネルギーがあればすぐに進化しちゃうのに、僕のコモルーがまだ進化していないのって、なんでだと思います？それは、私も不思議に思っていたところだ。あはは、そうですよね。でも僕は、なんとなくわかっているんですよね。何？ねえコモルー。なんだ？この草原、すっごく広いよね。そうだな。岩山も高いよね。ああ。僕らがいたところはさ、いろんな家があったし、ビルや鉄塔もあった。何よりも、僕がもう歩ける体じゃなかったよね。それは関係ないだろ。すっごくあるよ。ねえ、想像してみてよ。この草原、向こうの端から端まで飛べたら、どれだけ気持ちいいだろうね。この岩山より高く飛べたら、どんな風が吹いているかな。ここにはさ、君を邪魔するものはない。ほら、飛ぼう。きっと、気持ちいいよ。傲慢だ。そうお前が言ったとき、俺には、翼が生えていた。じゃあね、傲慢だ。大丈夫だって、お手紙もたくさん書くし、ポケモンリーグも半年後、その前にもう一回会いに来るよ。ミオが意識を失い倒れたと連絡が来たのは、そういった2週間後だった。うん？あれ、お母さん。病院のカーテンから漏れる光で目を覚ます。おはよう。どうしたの？今日って、何日だっけ？今日って、本当なら行く日だったっけ？そうよ。
あはは、怒られるかな。傲慢だ、怒ってるかな。きっと、許してくれるわ。だといいな。傲慢だと別れた2週間後に、倒れてしまった僕は急遽入院となった。直後に館長さんから見舞いの品と傲慢だの様子も聞かされた。傲慢だには手紙も送ったけど、結局会いに行けていない。そして本当なら今日、一度会いに行く予定だった。ただ、また倒れてしまった。前に書いた手紙に、今日行くと書いてしまった。傲慢だも待っていたかもしれない。多分、態度には出さないけど。ねえ、ポケモンリーグまであとどのくらいかな。2ヶ月、くらいかしらね。そうか。間に合うかな。なんとなく、わかる。ポケモンリーグの日まで、生きていられるかわからない。きっと、大丈夫だからね。うん、ありがとう。気休めだ。多分、僕が眠っている間にお医者さんからその辺の話も聞いているだろう。惜しいな。傲慢だならきっと、大活躍をしてくれるに違いない。見たかったのにな。いや、それよりも。会いたいな。おい、あいつはいつ来るんだ。堂々、楽しみなのはわかりますが、ミオくんならおそらく午後くらいに来るはずですよ。いや別に楽しみってわけじゃないけどよ。来るならあいつだって寂しがってるから出迎えてやらねえとな。はいはい。お父さんから電話ですね。少し失礼します。早くな。はい、はい、本当ですか。どうした？ミオくんに、余命宣告、あと1ヶ月、ですか？ああ待ってください。すみません。傲慢だが今、飛んでいきました。ガタッガタガタガタ。うん、風が吹いているのかな。窓が激しく音を立てる。間が悪いことにお母さんが近くにいない。幸いなことにカーテンは手の届く範囲だったため、できる範囲で少しだけカーテンをめくる。そこには、傲慢だ。体が動かなかったことがまるで嘘のよう。飛び起きて窓を開ける。うわ、そうか、空を飛んでるんだね。窓を開けた瞬間にカーテンが暴れるほどの風が吹き始める。どうしたの、傲慢だ。傲慢だは黙って背中を向けると、首だけこちらに振り向く。あ、特訓だ。そう聞こえた気がした。あはは。ねえ、僕が病人ってわかってる？そんなことはどうでもいい。いいから行くぞ。まったく、しょうがないな。はぁ、はぁ、待て、ミオくん。後ろから慌てた先生がやってくる。さらにお父さんとお母さんもやってくるところが見えた。きっと止めるつもりだろうし、多分僕でも止める。でも、先生、ごめん、お父さん、お母さん、ちょっと行ってくるね。待て、どこに行く気だ。先生の叫びが聞こえてくる。そりゃあもちろん。散歩。行ってきます。そう言って僕は、驚くほど軽い体で、傲慢だの背中に飛び乗った。うわぁ、川が綺麗だね。すごいだろ。なんで君がそこで威張ってるの？ふんす。あはは、ごめんって。ほら見て、僕らがよく歩いてた川鍋だよ。俺はとっくに見えていた。懐かしいねえ、ごほっごほ。おい？あはは、大丈夫大丈夫。ほら見て、近くの花畑。ここから見ると随分小さいね。ああ、俺たちは空を飛んでいるんだからな。おい見ろ、俺たちの家よりずっと高いんだぞ。わあ本当だ。僕たちの家があんなに下だ。ふふん、もうあの塔よりも高いところだ。うん、本当だね。すっごく高いや。見ろ、もうすぐビルを越えるぞ。あはは、すごいすごい。ビルが近いよ傲慢だ。越えた。おい見ろ、俺たちはあのビルよりも上を飛んでいる。うん、すごいよ、傲慢だ。ねえ、もっと高くまで行けるかな？ああ、どこまでだって行けるさ。あはは、頼もしいな。じゃあさ、雲より高く行こうよ。簡単だ、ほら、もう雲が近いぞ。うん、雲に入るぞ。うん、ちゃんと捕まってるよ。雲を越えたぞ、ここが一番高いんだ。わあ、すっごい綺麗だね。ああ、すごいだろう。おい、どうした？ねえ、傲慢だ。なんだ？ポケモンリーグはさ、世界一のポケモンと、世界一のトレーナーを決める大会。そうだな。勝ってね。ちゃんと、見てるから。当たり前だ。何を今さら言っているんだ。あはは、そんな怒らないでよ。バカなことを言うな。お前はいつもいつも言っていただろう。そうだね、君はいつもいつも言っていたよね。俺は、君は、世界一の傲慢だだ。世界一の達兵衛だってね。ドガーン。渾身のドラゴンダイブが直撃。ウィンディ、果たして立っているのだろうか。が、が、ズズーン。倒れました、ウィンディ戦闘不能。よってここに、世界一となるポケモントレーナーと、そして、世界一となるポケモン。傲慢だが決まったー。うおー。それでは、優勝者インタビューと行きましょうか。あっと、傲慢だ。どこへ行くんだ。飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ。
ずっとずっと高くまで。ああ、大丈夫です。少ししたら、帰ってきます。え、まあそういうことでしたら、それでは、優勝の決め手をお聞きしたいのですが。まあやはり、ボーマンダですね。ガブリアスやオノノクスも頑張ってくれましたが、やはりボーマンダが最も活躍しました。なるほど、ところで、育成の秘訣やトレーナーとして意識したことはありますか？いやあそれが、彼に関しては少々特殊でしてね。特殊、とは、一心不乱に飛び続け、気がつけば、雲より高い場所まで来た。ここが世界一高い場所だ。息を思い切り吸い込み、おたけびを上げる。うおーん。わあ、ボーマンダの方向ですね。もう姿は見えないのに、コロシアムが震えましたよ。まあ、彼ならそうなるでしょうね。絶大な信頼関係ですね。ところで、特殊、とはどういったことですか？ああ、あのボーマンダは正確に言えば私の手持ちではないですし、最終調整はこちらで行いましたが基本的には最初から完成されていました。なるほど。手持ちではない、とはどういうことですか？簡単に言えば、彼の主人は別にいます。ほう、その本当の主人とは、一体誰なんですか？ああ、彼はもうこの世にはいないんですよね。それはまた、ご冥福をお祈りいたします。草木が震える。世界で一番高いところから、どこまでも届かせるために、叫び続ける。海の向こうで、鳥たちが一斉に羽ばたいた。町の隅っこで、猫たちが逃げ出した。土の下で、獣が目を覚ました。そんなものは誤差だ。気に留めることもない。ただ一心不乱に届かせるためだけに叫び続ける。世界一高い、雲の上の上まで、もっともっと高い場所まで、たった一つの事実を届かせるために。おい、見てるか？なったぞ、俺は。彼がいたからこそ、あのボーマンダはああなったのでしょうね。それはまた、その方にとっても誇らしいことでしょう。ええ、それに彼はいつもこう言っていました。へえ、それはなんと？そうですね。彼はいつもいつも言っていました。君は、世界一のボーマンダだ。ミオくん、うるっときた。2、3回繰り返す今はしめちゃくちゃ好き。深夜にちょっと泣いちゃった。素敵な話をありがとう。この一言に尽きる。これは良い作品。深夜の間にすげえ良質な SS が作られてやがる。ちょっとタツベイ育ててくる。ハンバーグとアイスのあたりで、なんかちょろいなこのタツベイってなってたけど、いい意味で見事に裏切られた。タツベイが世界一になれてよかった。これ八作に先生に見せたら滝ができそう。亡くなる前にボーマンダと再び会うことができたのは不幸中の幸い。